11人選手がいなきゃ大会への申し込みができんのじゃよ。今いるメンバーは秀丸に7じゃろ。アレキちゃんに10名、九太郎、ミキ、飛び六、早風、全部で8人。あと3人か。締め切りに間に合わなかったら？今年の大会は全部出られん。そんな。とにかく締め切りまでになんとかあと3人見つけなきゃ。チャオヒレ、このままだとピンチです。できっこないし、とにかくお前が悪いんだよ。お前だろ、お前のこと見やめろ。二人とも責任を押し付け合ってる場合じゃないでしょ。逃げても無駄よ。で、あの方は誰なの？あの方よ、知ってるでしょ。あの方、赤いバラをくださった。ジョーのことか。ジョー、あーなんて素敵なお名前。あっそう。ねえ、あの方とのデートをセッティングしてちょうだい。そしたらラケットのことを忘れてあげる。でも、あっそう。じゃあ車いじらいもするラケットを。やるよ。
嬢様ったら。でもさ、仲を取り持つってどうすりゃいいんだよ。そんなこと簡単よ。え、蝶に嘘をついてどっかに呼び出すのよ。そしてそこにフローレンスを待たせておく。それだけのことよ。なるほど。蝶ってあの100メートルの記録を持っている人のこと？ええ、あの人ならめったにここに来ないわよ。だって全然練習しない人なんだもの。急な用事で探してるんです。誰か彼と親しい人知りませんか？このクラブにはいないと思うけど。練習しなくても記録持ってるなんてすごいね。でも考えてみりゃ俺たちジョーのこと何も知らないよな。どこに住んでるかもわからないしね。蝶を探してみる。はい、どうも様子が普通じゃありません。よし、奴らから目を離すな。はい。どうだった？どこにもいないよ。ペイたちは？全然手がかりなし。こうなったのもな、元はといえばあの時お前が。何言ってんだよ、お前が先に押したんじゃないか。やめなさいよ。何と言ったらわかるの？どっちも悪いんだから。あなたたちが喧嘩さえしなければ、私たちだってこんな目に遭わなくて済んだのよ。そうよそうよ。それにしてもどこ行ったのかしら。誰か探してるのか。じゃあ、え、どうかしたか。探したぜ。実はな、お前にすっごく大事な話があるんだ。大事な話？明日の朝6時に美術館の前に来てくれ。朝6時？誰にも見られたくないんだよ。二人だけで大事な話がしたいからさ。いいな、約束だぜ。ああ。よし、やった。何？ひでまるとジョーが。はい、明日の朝。ひそひそひそ。二人だけで大事な話。おかしいな、とっくに6時過ぎてるのに、なんで2人とも来ないんだ。あれ、どうしたの。ちゃんぽのついでにちょっと寄ったのよね、お姉ちゃん。うん、そんなとこに立ってないで、隠れて。あ、あれ、あそこ。カイザ、あんなところで何してるんだ。30分過ぎても、ジョーもヒデマルも来ない。一体どういうことなんだ。あ、フローレンスだ。お化粧に時間がかかって遅れてしまったわ。キュー太郎です。とにかくこうなった以上、源五郎君も半次郎君も二度とテニスクラブには戻れないわよ。どうじゃ、これを機会にサッカーに戻ってこんか。そうだよ、サッカーやりたいんだろ。うん。でもこいつとは。俺だって。やめなさいよ。みんなに迷惑かけてまだ懲りないの。
程度のセッティングをしてちょうだい。また、当然でしょ。でも、嫌ならいいわよ。私の高いラケットを弁償してもらうから。わかった。やるよ。じゃあ連絡ちょうだい。楽しみに待ってるわ。そんなことやってられないよ。でもこの二人サッカーやるって言うから。じゃああと一人でいいのね。やったやった。それなら話は別だ。ねえ、みんなで手分けして探そうぜ。と言ってもどこを探せばいいんだ。どこにいるのかさっぱり見当はつかない。あの子たちの後をつけていけば、きっと嬢様のお家を突き止められるわ。クラブナンバーワンはこれから練習か。俺たちも負けていられない。あと一人で大会に出られるんだからな。あれ、ジョーだ。俺の美学、それは他人に練習しているところを見せないことだ。必死で努力している姿を見られるなんてかっこ悪いぜ。サッカーか、陸上競技で作り上げた俺の運動能力があれば簡単にトップになれるはずだ。サッカーのために人知れず俺がトレーニングしていたとは誰も思えない。これが真のスポーツマンだ。俺が自分で考え出した自然の地形を利用したトレーニング、マシンを使ってもこれほどの苦しいトレーニングは行えない。これが本当の秘密トレーニングさ。誰にも見せるわけにはいかない。最後の日が来てしまったな。あと一人、あと一人だってのにな。もうマージーさん、草取りなんかしてないで何とかしてよ。どっかからスカウトするとかさ。兄さんが当たってみたんだが、みんな選手登録されていて協会に届けてあるんだそうじゃ。もうダメか。まだ終わったわけじゃないわ。まだ一日ある。最後まで諦めないで頑張ろう。頑張りましょうね、お姉ちゃん。うん。FC ヒデラルメンバーを募集しています。一緒にサッカーしませんか。 FC ヒデラルです。メンバーになりませんか。選手が足りないから大会に出られそうもねえって聞いたが、どうやら本当のようだな。明日申し込みの締め切りみたいな。なんならクラブナンバーワンの選手貸してもいいんだぜ。
記録会なのよ。記録会？きっと私の愛に応えて、ジョー様は新記録を作ってくれるわ。私の偉大なる愛で新記録を作ってみせるわ。私のジョー様は世界一よ。なんだ、あの自信は。ついに11人目は現れなかったな。でも諦めるのはまだ早いぜ。みんな、そうよ、申し込み書を提出するのは明日の午前中なんだから。でもあれだけやってこなかったんだから、もう誰も。そうですね。とにかく最後の最後まで頑張ってみようぜ。サッカー経験者の家を一軒一軒回ってでもさ。これでよかったら11人目になってもいいぜ。仲間になってやると言ったんだ。本当だな、ジョー。困ってる奴を見ると放っておけないたちでな。それにもう陸上には未練はない。やるだけのこと。